過激化するイスラエルと、ヨルダン川西岸地区で戦闘員民間人250人以上のパレスチナ人を殺害して、イスラム教ラマダン初日有毒ガスはこの病院内に残っていて医療行為の大きな妨げとなっていると。現在のイラン、イスラエルはものすごい焦りを感じている。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内からです。4月の8日土曜日14時大阪です。俗日本人が知るべき2023年の中東情勢、こちら先日行われました大阪のセミナー、続編ということで大好評のセミナーの続編をお届けしたいと思います。大阪関西近辺の皆さんぜひご参加ください。そして続いてドルと原油と世界経済2023最新バージョン、来たる鹿児島ということで、越境 3.0 チャンネルとしては鹿児島初上陸、5月20日土曜日、参加費無料です。こちら為替アナリストのちょいよる先生と私石田和康でお届けします。こちらも人気のセミナーです。ぜひご参加ください。鹿児島大阪近辺の皆さんお待ちしております。詳細と申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。皆さんの参加をお待ちしております。よろしくお願いします。そして本日のテーマは過激化するイスラエルということでお話をお届けしていきたいと思います。こちらのチャンネルでも何度か流してきておりましたイラン・イスラエル問題、そのイスラエル最大の敵国であるイランがサウジアラビアと国交正常化をしたということで、イスラエル包囲網的な感じにちょっとずつちょっとずつなっているんですけれども、そのイスラエルがちょっと今崖っぷちに追い詰められている、でその上でさらに過激主義に走っているというような、まあそんな傾向が見受けられるんですけれども、昨日ラマダンですね。イスラム教の上ではラマダンという、まあ、一種のお祭りみたいなもので、まあ、昨日から30日間、断食を行うわけですよね。でイスラム教徒の中でこの30日間の断食というのは、昼間のこの太陽が出てる時間帯は食べるもの飲み物で、まあ、とにかく体に入れるものすべて遮断してもう空腹で過ごすと、喉を渇いて過ごすと、でその中で、まあ、日が沈んだところで友達とか家族とかみんなで集まって美味しいものをバババッと食べるというような、まあそれを30日間続けるのがラマダンといって、まあみんなで集まって夜はお食事とかするので、まあ一種のパーティーというかお祭りみたいな雰囲気にはなるんですけれども、まあ昼間はね、その食べるもの飲み物を途絶えて、で貧しい人たちとか戦争で苦しんでいる人とか困っている人たちと同じ気持ちになろうと、まあそのような考え方で、まあラマダンっていうのがあるわけですけど、創始者のムハンマドがね、メッカからメディーナ行って、メディーナからまたメッカに戻る際に戦いで勝ち抜いた時に、まあそれのご褒美ということで、まあ昼間全く食べられなかったものを夜、まあちょっと贅沢にみんなで仲間と食べ物を食べようというようなね、まあそういった食事がこのラマダンという形で創始者ムハンマドの時代に行われたのが、まあ、起源と言われてるんですけれども、そのイスラム教徒にとって一種のお祝いをするべきラマダンという日に、まあいろいろ事件が起きました。まずはこちらのニュース。イスラエル軍ラマダン初日にヨルダン川西岸地区を急襲、パレスチナ人1人死亡と。こちら3月23日アラブニュースのニュース記事。イスラエル軍は3月23日占領地ヨルダン川西岸地区で急襲作戦を行ったと。そしてパレスチナ人男性を殺害したとパレスチナ当局が発表している。イスラエルが占領を進めているパレスチナのヨルダン川西岸地区、まあ、ここでこの数ヶ月間衝突が急増しているんですよね。まあ、なので、まあ今に始まったことではないんですけれども、このラマダン初日にこういったことを行うという、ちょっと周りのイスラム諸国から非常に批判を浴びているという、まあそのような事件なんですが、このヨルダン川西岸地区ではユダヤ人入植者、まあユダヤ人入植者っていうのは、そのまあイスラエルからこのパレスチナのヨルダン川西岸地区に向けて、まあどんどん入植をしているんですよね。でそれは現地に住んでいるパレスチナ人を追い出して、ここからいついつまでに出ていきなさいと、出ていかないとこの家を壊しますよっていうような、まあ、そのような感じで、まあ、どんどんパレスチナ側に占領していってると、まあ、そういったユダヤ人による入植活動が、まあ、パレスチナで行われているんですけれども、まあ、それが、まあ、暴力行為にエスカレートしていると。で今度それに応戦する形でパレスチナ人による攻撃も相次いでいるということで、もうやり合いなんですよね。でこの1年間でイスラエル軍はヨルダン川西岸地区で戦闘員民間人250人以上のパレスチナ人を殺害して、で同じ時期この1年間でパレスチナ人の攻撃によってイスラエル人も40人以上が死亡していると、まあ、こういった事件が相次いでるんですけれども、これがラマダン初日に行われてイスラム世界からの批判がすごい強い批判が浴びていると。でそしてさらに続いてこちらのニュース。病院への攻撃、イスラエルからパレスチナへのラマダンの贈り物、3月23日アラブニュースのニュース記事です。まあ、これラマダンの贈り物ということで、まあ皮肉な感じで表現されてるんですけれどもね、まあ、これもサウジアラビアのアラブニュースのニュース記事なんですけれども、まあ、これもまあ昨日ですね、イスラム教ラマダン初
日、イスラエル軍は占領地ヨルダン川西岸地区へ大規模な襲撃作戦を開始して、パレスチナ人28人を逮捕したと。でイスラエル軍はこのパレスチナの都市ラマラの病院に催涙ガス弾を集中投下して、保育器に入った新生児を含む数十人の患者や医療従事者が影響を受けて急性胸痛を訴えた。でパレスチナのマイ・カイラ保健相は人権機関や赤十字国際委員会に対して、イスラエルが医療センターや患者救急隊員への攻撃を激化させていることに緊急に対処するように強く求めていると。でパレスチナの保健省は声明で、今年に入ってから様々な地区の病院に対するイスラエルによる計画的な直接攻撃の事例が数十件行われており、さらにその上で救急車も狙われているので、救急隊員が負傷者のところに行って治療することができないと発表されている。で病院に向けて発射した強い有毒ガスのせいで多くの人がその影響で今も苦しんでいて、有毒ガスはこの病院内に残っていて医療行為の大きな妨げとなっていると。まあこれどちらのニュースも、まあラマダン初日に起きたんですけれども、でこういったことが起きていることってこういった発表がありました。イスラエルの政策がアラブ諸国との関係を脅かしている。これも同日3月23日のアラブニュースのニュース記事。これ今の3つのニュース全て同じ日のニュースなんですけれども、まあ、イスラエルがガンガンパレスチナに対して過激な行動を起こしているよと。でしかもそれはラマダン初日じゃないかと。でそんな中でこのアラブ諸国全体がイスラエルに対して警鐘を鳴らしているという、まあ、そういったニュースなんですね。イスラエルとアラブ諸国っていうのは、まあ、トランプ大統領のアブラハム合意という合意の下で、まあ、関係良化に向かって関係正常化に向かって、まあ、強く動いてきたんですよね。まあ、でもその中でイスラエルの態度が今ものすごい急変していると。イスラエルとアラブ諸国の、まあ、これまでの関係正常化の努力がなされている中で、イスラエル政府の過激主義政策がアラブ諸国との外交関係を脅かしていると。これが多くの政治アナリストや評論家がそういうふうに警鐘を鳴らしている。先日イスラエルの閣僚が、まあ、爆弾発言をしたんですよ。その発言というのが、パレスチナ人というものは存在せず、ヨルダンはイスラエルの一部であるという、そういった発言をして物議を醸し出しているんですが、このパレスチナ人というものは存在しないと、まあ、こういった発言を受けて、イスラエルと国交正常化を果たした UAE がイスラエルでの外交活動を縮小することを検討していると22日に発表したんですよね。で、同じくイスラエルと国交正常化を果たしたバーレーンもこのイスラエルの発言を強く非難して、バーレーン外務省はイスラエル政府の扇動的な発言や行為を拒絶すると述べていると。こういったイスラエル政府の過激な発言とか政策というのは、最友好国のアメリカの怒りも招いているんですよね。ヨルダン川西岸地区の再入植を認める法案がイスラエルで成立した後、この中米イスラエル大使が21日にアメリカ国務省に呼ばれて、緊張を高める行為や発言は避けるようにと釘を刺されたということなんですけれども、このイスラエル大使がアメリカの国務省に呼ばれて注意を受けるっていうのは、これは相当異例のことで、これまではこんなことがなかったらしいんですよ。アラブ諸国とアメリカは、まあ、政治的に窮地に立たされているこの現在のネタニヤフ首相の難しい状況を理解しなくてはならないと。まあ、ネタニヤフ首相今もう内政でも外交でももうしっちゃかめっちゃかのもう窮地に立たされている状況なんですよね。それが今のイスラエル政権で、この難しい状況を理解してそれに対応しなくてはならないと。でこういったことがまあ数々起きているわけですけど、これはまあイランとサウジの国交正常化によってこの地域のパワーバランス、まあ、大きく揺らいでいるっていうことが、まあ一番の、まあ、イスラエルにとっての焦りとなって現れているわけですよね。サウジアラビアとの国交正常化を果たして、でさらにアラブ諸国との連携を強めていくという現在のイラン、このイランというのは、まあ、イスラエルの最大のもう敵国ですから、まあ、そのイランが周りの国々と連携を強めているということに対してイスラエルはものすごい焦りを感じている。おそらくイランは単独でイスラエルを攻撃するということはおそらくもうないわけですよ。イランがイスラエルを攻撃するとなると、まあ、周りのアラブ諸国を巻き込んでの、まあ、そういったことに変わっていくんではないかなと思うわけですけれども、まあ、そういったことも含めてイスラエルは非常に危機感を募らせていると。もともとイランを孤立化させてアラブ諸国を巻き込んでイランを攻撃しようとしていたイスラエルにとってはもうこれは大どんでん返しを食らったようなものなんですよね。まあ、内政でも外交でも追い詰められたネタニヤフ政権はより過激主義に走っていくであろうと、まあ、多くの政治アナリストがそのように分析しているわけです。
特にイスラエルのパレスチナへのこの過激政策っていうのはアラブ諸国のみならず国際社会からも強い反発を招いているわけですよね。このパレスチナ問題に関しても現在イランとサウジで話し合われています。国交正常化をしたこの2カ国で話し合われていると。まあ、パレスチナというのはハマスとファタハという、まあ、2つの政党が対立しているわけですけれども、ハマスというのは、まあ、対イスラエルに対して過激強硬路線で、そしてファタハというのはイスラエルに対しての、まあ、融和路線ということで、まあ、この2つの勢力がパレスチナの国内では対立しているわけですけど、このハマスとファタハをイランとサウジによって和解させるという動きも出てきているんで、ひょっとしたらパレスチナが一枚岩になるかもしれないとなると、これもまたイスラエルにとっては大きな脅威なんですよね。中東地域でのイスラエルの孤立化というのが、まあ、さらに昔に逆戻りしてしまう可能性も高まるわけですよ。現在のイスラエルネタニヤフ政権、非常に強気の過激主義思想なんですが、近年力をつけてきたアラブ湾岸諸国が今後どのようなスタンスになっていくのか、中東のパワーバランスもものすごいドラスティックに変わっていくと思います。で、そこには中国の共産党政権がじわりじわりと影響力を強めてきていると。非常に大きく変わりつつあるので、まあ、今後注目ということで、このチャンネルでは中東アラブ情勢に関する情報もたくさん配信しております。こちら過去の再生リスト、中東アラブ情勢の方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go! つながりたいあなた待ってます。